ハミルトン・ホーキンス・ハウズは、アメリカ合衆国の軍人。最終階級は大将。アメリカ陸軍におけるヘリボーン戦術の推進者としてその名を知られる。父は第27代士官候補生隊総司令官で名誉勲章受章者のロバート・リー・ハウズ将軍。1908年、ニューヨーク州ウェストポイントにて生を受ける。1930年に陸軍士官学校を卒業し、第6騎兵連隊に配属された。第二次世界大戦中には、第13機甲連隊、第2大隊長、第13機甲連隊長、第1機甲師団長などを歴任した。終戦後の1946年には、第1機甲師団の作戦担当幕僚となる。翌年から国防大学に3年間出席し、1949年には、第1機甲師団情報担当幕僚に任命された。1952年に准将へ昇進すると、欧州軍第2機甲師団長補に就任し、以後1954年まで務めた。現在、ハウズは航空機動戦術及び第二次世界大戦後のアメリカ陸軍における航空戦力ドクトリンの構築を主導した人物としてその名を知られている。1955年から1958年にかけてハウズは陸軍省にて初代陸軍飛行部長を務める傍ら飛行部で用いる新規戦術の基礎を形作り、またアラバマ州ホートラッカーにて陸軍飛行学校を設立した。その後第82空挺師団長に就任した。1961年ハウズは戦術機動要件委員会の議長たる立場から、航空機動の理論とドクトリンの発展を推進し、陸軍でも同委員会からの提言を採用した。これによって、アメリカ陸軍における機動戦の様相は大きく様変わりすることとなった。2年後、ハウズの理論を実践、検証するために、第11空挺師団が新設されている。最終的にこれらの理論に、先見性が認められたことで、さらに2個の空挺師団が新設されている。アメリカ陸軍で採用するヘリコプターの命名規則として、ネイティブアメリカンの部族名を用いることを決定したのもハウズだと言われている。彼はメーカー側が提案する名称があまりにも味気ないと感じていた。例えばベル H-13 は同名称で採用され数年間使用されていたが、ハウズの提案により、スーという名称が与えられ、現在まで用いられている。1961年から1962年まで、第18空挺軍団司令官、1962年から1963年まで、第3軍司令官代行を務める。その後、1965年まで、第8軍司令官兼在韓米軍司令官を務め、この職を最後に退役した。退役後は、テキサス州フォートワースに暮らした。退役後は、フォートワースに本社を置く、ベルヘリコプター社に役員兼コンサルタントとして再雇用された。アメリカ陸軍飛行士協会には創設メンバーとして1957年から所属しており、上級副会長及び会長を合わせて4年務めている。陸軍飛行士殿堂にも名を置いていたほか、クアッド A 評議会議長なども歴任した。1998年12月8日に死去した。遺体はウェストポイント墓地にて、父の隣に埋葬された。クアッド A では、彼の名を冠したハウズ記念射手章を定めており、これはロックウェルインターナショナル社の提供で毎年行われ、ハウズ将軍記念射手大会にて、優秀な成績を収めた AH-1 及び AH-64 上院に贈られる。ハウズは以下の勲章等を受章している。この記事にはアメリカ合衆国政府の著作物であるアメリカ合衆国連邦政府が作成した次の文書本文を含む。と、ありがとうございます。